ていいと思う。ですということで159人目のゲストです。自己紹介お願いします。はい、田辺美香です。よろしくお願いします。田辺さん来てから土砂降りですよ、はい、すいません。いやすごいめっちゃ降ってめっちゃ降ってやばいなと思って。これカメラ大丈夫ですか？カメラは大丈夫ですけど、田辺さんちなみに何されてる方ですか？私は、はい、めちゃくちゃ降ってマジでいいですかこれで。ちょっと待って、めっちゃ降ってきた。めちゃくちゃ降ってるよ。私は全然いいんですけど、大丈夫ですかこのえ、なんか濡らしたらもうタオルもないし、すいません。あ、全然、これ的にもまあ面白そうですけどね。いや、ほんまにめちゃくちゃ降ってるよ、これ土砂降りや。すごいな。なんかすいません、いや、こちらこそ。思い返せばいい。いけます、バンバンの。でもどうしようもできないですもんね。だから、もう雨宿りするしかない。もうあー、やばいやばい。これはあかんな。一旦撤収します。この下も濡れます。全然降ってるよ。めっちゃ降ってる。5時までこんな感じですかね。弱まったり強くなったり。いやそう、そこのあれが難しいですよね。かわいい。ちょっとかわいい。お風呂上がりだ。いや、お前もなんでそんな裸けてんの。暑いね。いや、せやけど。ヘラヘラしてねえ。なえ。初恋の人来たんだ。ヘラ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 。何喜んでんねん。ということで田辺さん、はい、何されてる方なんですか？ そっからですよね。はい、いや全然、はい、普段は、まあ、役者を、はい、まあ、目指してるというか役者の卵みたいな。そうですね、はい、今おいくつですか？今26です。あ、はい、まだ若い。全然若い。あ、本当ですか？今はもうフリーで、舞台事務所入ってない。そうなんですよ、辞めちゃったんですよね。いつだったっけな。そう、なんでセクハラされて全然なんで辞めんの？子役事務所で本当ちっちゃい頃からやってたんで。あ、そうなんや。そうなんです。そうなんです。いやでも全然それもね、大したことはないんですけど、ちっちゃい頃からやってて、うん、まあ、一応二十歳ぐらいになった時に、まあもう子役じゃないなと。ないのねっていうのでそらね。でも全然親身にしてくださってたんで、すごい居心地のよく良いね、事務所さんでお世話になってたんで。子役時代なんか作品出た作品あるんですか？子役時代ですか、うん、本当ちょこちょことですけど、はい、でもなんだろう、おもちゃの CM、たまごっちの CM やってたりとか。え、田辺なんでしたっけ？田辺美香です。で、探せば出てくるのさ、その CM。 出てくるんじゃないですかね。あ、でも本名でやって、はいはい、本名で今も変わらずやってるんで。なんでそれ子役からや、親がもう無理やりやらされたんか自分がそういう目立ちたがり屋の子でやりたいって言ったんか。あ、でも入ってやり始めたのが本当小学校1年生ぐらいの時で、はいはい、まあでもまあ当時からなんかね、人と関わるのも多分好きだったし、うん、なんか小学校でもなんかなんとかやりたいみたいな、多分そういう活発的な、活発だったんですかね。リーダー的な存在。そうですね、なんかみんなと一緒にいるのが好きみたいな感じの子だったのを、まあ多分親が見て、ちょっとなんかきっかけは。そうなんですよ、はっきりと覚えてないんですけど、なんか気づいたら事務所に。芸歴でいうと何年じゃ、もう20年ぐらい。そうですね、20年か、2004年から始めてるから。あ、もうほぼ20年。そうですね、もう長いだけの感じなんですけど。役者の芸歴ってどうなんですか？役者の芸歴、あ、その上下は。あ、どうなんですかね。でも関係ないんですか、その芸人やったら年が下でも芸歴長かった先輩みたいな。 あるやろ。それ一緒なんじゃないの。あ、でも芸能界結構いろんななんか人が、方がいて、こうやっぱ社会人になってからやるとか、はい、ね、昔やってたけどまた今始めたとか。あ、そうか、途中で辞めてたりとかって。私ももちろん学生時代、学生、高校とかね、もう高校のイベントにもう全集中してた時もあったんで。あ、その時はやってないんや、役者活動。そうですね、ほぼほぼやってなかったりしてたんで。だからもう、なんも年齢とかですかね。二十歳からなんでまた本格的に役者に。あー、でもそれこそ本当大学で、まあみんな就活の時にやりたいなって思って、まだやりたいなと思って、その事務所に行った時、最後の仕事が映画だったんですけど。すごい、言える。あ、全然。あ、映画名は君の膵臓を食べたいって。おー、めちゃくちゃ言うんだよ。でも全然クラスメート役
とかだったんで、まあ、探せば見つかるかなみたいな。セリフなし。セリフそうですね、なんかその場で現場で与えられて、現場でワンちゃんかも。あ、大丈夫ですよ。大丈夫。濡れちゃう。そうなんですよ。あの現場で与えられた仕事を言うみたいなとこで、ちょっとあの西本さんの弟くん、銀次郎くんがと共演したんですよ。あ、銀次郎出てたんや、それ。そうなんです、そうなんです。すごいな、あいつ。で、それがなんかオーディションで、まあ、あの決まったやつだったんですけど、なんかそのクラスメート役でも10人ぐらいも固定メンバーということで、みんな受かった人がそのシガーロケだったんで、ロケ地がその地方の方だったんで、そこでもうあのみんな合宿みたいな感じで、はいはいはい、あの同じ旅館で。楽しそうやん。そうなんですよ。勝手に仲良くなるみたいな。そうです、そうです。セリフなしの、はいはい、でも レギュラーというかがっつり。そうですね、まあ、一応クラスメートってことだったんで。周りの人変わったら変ですもんね。そうですね、だから同じキャストでみたいな。あ、そうです、そうです。あのドラマちょうどなんか流行ってた、学園ものドラマ出るとか。あのドラマ俺めっちゃ見てるから。ドラマだとドラマ名言える？なんか、いや、でも結構昔のやつかな、チェンジっていう月誰の？あれ、キムタクじゃん。あ、キムタク。すごいやん。キムタクヤさんの、1話目があれ、なんか総理大臣に、ね、うん、なる話で、1話目がちょうどあの学校の、チェンジで個人のバスの運転手するやつ。違う違うかもしれない。何やろそれ、チェンジ。月9やで、月9。キムタク。そうです、そうです。で、なんかその時とか。キムタク見たんや、直で。いや、見ました。どうでした？こんな私が語って見たっていうかね、その本当数日の撮影期間でご一緒だっただけなんですけど、やっぱオーラがあんねや。そうで、なんかそのスタジオで初めて顔合わせだった時、まだ私もう小学校3年に、小学校3年やったら、3年とかです。おっちゃんぐらいじゃないの、その印象で言うと。あ、まあでも、そうですよね。めちゃめちゃ有名やからね。そうですよね。めちゃめちゃ有名な人です。でもやっぱその顔合わせでみんな最初にこの生徒役の子がこうスタジオ待ってて、もうすぐあのキムさん入られますみたいな感じで、なんかここから足音聞こえてくるんですよ。なんかクツクツクツ、なんかみんなもう、まあ、ちっちゃいながら、なんか本当にすごい人が来 る、 る緊張感がね。でもなんかその足音だけじゃなくて、なんかくる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 みたいなのがすごい伝わってきて、やっぱこのガラって入ってきた時のもうオーラが。喋るんはもう無理やったん、挨拶行くとかぐらいは。でもなんか結構その生徒と仲いい生って、その田舎の先生役で、なんかその人引き抜い、誰かがこうどなたか引き抜いて、深瀬里さんかな、引き抜いて、なんか立候補させるみたいな、そういうなんか感じの話だったんで、こう結構逆に田舎者でこうアフロでもうカジュアルな格好されてて、もう生徒も仲いいっていう、そういう先生の役だったんで、決まったのが、なんか一緒にこうドッジボールしたりとか、なんか一緒に図工の時間とかで一緒にこうなんか作って、いいなぁ。まあね、うん、あっちは絶対覚えてないでしょうけど。絶対覚えてないんですよ。ママさん、いっぱいね、いろんなドラマ、写真とか撮った？あ、撮った記憶ありますね。あるのかな。でも総裁やしね。そうです、でもやっぱりこうね、こんな私たちにでもやっぱりこうなんか声かけてくれたし、私たちも最後その学校のセットで、はいはいはい、木村さんありがとうございましたって手紙を、私本当ありがとうって受け取ってくれたりとか。まあまあね、やっぱ お父さんってのもありますしね。自慢話はそれぐらい。いやいや、すいません。お前が聞いたんやろ。お前が二十歳からはないですか。二十歳からみたいな。二十歳から。大人ってからの。そうですね。それが今昔の自慢話ばっかりするから。お前が聞いてられへんの。だからずっと。いや、喋った方がいいかなと思ったから。大人になってからはどうですか。大人になってから。大人になってからですよね。エロ本すか出た。エロ本出た。エロ本出た。そっちの方が仕事取れるかな。役者目指せる言うてんの。なんかないですか、大きくなってからは。フリーになってからは。大きくなってやっぱフリーになるとまあ難しいんだなって思って、それこそそれで大変やろね。そうですね、その映画最後銀ちゃんと一緒に出て、その時に私も、まあ、ちょうどいろいろね、大人になったから事務所も辞めて切り替えてやってみようかなって言ったら、ちょうどお兄さんがこう舞台のプロデューサー演出をやってるからって言って。アホ兄貴ね。アホちゃん、しっかり仲なんですね。しっかりした兄貴ね。ベージュの伝言は。あ、そうです、そうです。出た。あ、それもつながりで、なんかその前になんかそのアクトっていう団体で、オーディションあるから来なよって言ってオーディション受け行って。アクトっていう団体の。じゃあ事務所やな。
あ、でもなんか一応演劇団あ団体なの悪党っていうの悪党 AC とか。あ、俺あの悪党悪いあれやもん。悪党ちゃん悪党ね。そんな定義なの。悪党って ACT っていうなんかね、そういう集まるとこある。仕事はどうですか、結構あるんですか。じゃあ今でその舞台だとやっぱこう1回出るとね、演出家の方見に来て、他の団体の方見に来てくださってたりとか、それこそね一緒に共演した方にまたこうつながりで出れるってことで、まあうん、多い時だと2ヶ月3ヶ月に1回とかのペースで出てたりとか、それのつながりで、まあ、YouTube の広告とか、 あとそのよく、ねうん、インスタとかで流れてくる広告 の、 その声の仕事やったりとか、はい、趣味とかあるんですか。趣味はじゃあ、趣味ですか。趣味なんか休みの日、そうですね、まあ、何してるの。動くのが好きなんで、今自転車をピストバイクっていうのをなんかもらって、うん、何それなんか、いや本当ロードバイクの簡易で、ロードバイクってギアいっぱいついてるじゃないですか。あれのギアが1個しかなくて、でその仕組み的にはペダルとそのタイヤが連動してるけど、まあ、それだとちょっと乗りづらいから、それを解除して乗れるようになってて、すっごい軽いんですよ。でその自転車もいろいろ回ったりとか。回るってどこを回るの。あ、でも本当家の近所も回るし、なんかすごい時間できた時は、うん、あの島が好きで、あの東京都 の、 あの伊豆七島とか、そうですそうです、伊豆七島とか神津島とか新島とか、あの辺あのバラせるのも簡単なんで、あのピストバイクってもう分解も楽なんで、もう分解して袋に入れて一人で行く。そうですね、マジで。友達とかと行ったりします。踏んで行ってチャリンコ乗ってんの。チャリンコあのくっつけてまたで乗って山とか、あの辺や。おもんない趣味やな何がおもろいね。なんかあの弱虫ペダルとかみたいにヘルメットグラサンでなんかこんなん。いや、そこまでじゃないです。本当にラフで、めちゃめちゃラフで、自転車の形なんかすごい本格的って思われるんですよ。何がおもろい、そのチャリンコ乗ってるだけで。まあお金もかからんね。新聞配達もおっさんと一緒やってるほど。あれは仕事やから。そうですよ。だからこういう、ね、こういう趣味を分かち合える人がね、やっぱいると付き合ったりするんですかね。あ、一緒に自転車やってくれるような。はい、そうですね。そうなんだ、インドアではない。家で映画見てるとか。あ、でもそれも全然それもやるやん。演技の勉強もあるやん。そうかそうかそうか。それもするし、まあ、なんか動いてたりとか、あと地元なんか実家ってそんな隠してないんで言っちゃうと、なんか高尾の方なんですよ。高尾山の方で、東京の方で、でもあそこの山がめちゃ高尾山がすごい好きで、好きなんや。最近あんま行けてないんですけど、だから全然一人とかでもなんか急に登りたくなって登りに行って。なんだ、良さを教えてよその山。一人で全然山登ってもどんぐり追ってるだけじゃないの。いや何が楽しいの。いや、私は普通にその運動して登って、なんかそう時給達成感みたいな。そうですそうです、時給走とかその体力使うことが好きなんで、なんかもうただひたすら登って、私高尾山の1回登って、なんかそこら辺って峠になってて、影信山とかなんとか峠とかなって、最後陣馬山ってとこに行き着く、この15キロぐらいのなんか縦断できるところがあって、ひたすら私はもう一人で走りながら、もう大丈夫な時は走って登って。すごいな。でもそれ一人でやった時はなんか陣馬山登った瞬間も日暮れちゃって、あ、やばいってなって、ちょっと慌てて降りて、下の温泉とか入って帰ってくるみたいな。今26、その同世代のやるような趣味はなんや、はいはい、ショッピングとかなんかそういうのが出るのかなと思ったら、山登るチャリンコ乗るっておっさんやん、それ老後のおっさんやん、もうそれ体心配した。そんなことはない。そういうのはないんや。いや、ショッピングももちろん好きですよ。友達とこの前もあの韓国行って、わあ、すごい、いろいろ行くねな。多分そう、ほんまにアクティブやな。そうかもしれない、韓国行ったりとか旅行行ったりとか好きですね。俳優の仕事では今、はい、食えないんですよね。そうですね、なんか無理やからね。でもその回その舞台やってて、私パソコン得意なんで、その舞台制作って仕事とか結構やって、裏方。あ、そうです、うん、制作さんだとそのチケットの売り上げ管理から、その当日のねお客さん入りから管理したりとか、あとそれこそ今その銀ちゃんと、あともう2人明星圭太くん、千葉嫁くんっていう子が、その子たちもあのベージュの伝言で言ってたんですけど、彼らと前劇団みたいなの立ち上げたんで、まあ、4人でなんか舞台のプロデュースして公演してとか、なんかそういったことで
お仕事してたりとか、だから出るだけじゃなくて、うんうん、裏方に回ってみたいな、回ったりとか劇団やったりとか、もう多分ね、うん、舞台とか演劇が好きだから、まあ、でもそれで守屋がちょっとバイトもしながら、そうですね、うん、なんかパソコン関連 の、 その仕事でやってたりとかしてます。なんか家でちょっと仕事したりとか、はい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 、うん、ないです。ちなみに好きなタイプはどんなタイプ？好きなタイプが男のなんか今でもいる、まあ、いますいます、なんかこの極端で、極端、極端なのかな、めちゃめちゃその顔が濃くて、阿部寛や、あ、まあ阿部寛さん、例えばやけど滝藤健一さんとか、おひげ濃くて個性派やな、おっていうか、なんかあのそれこそちっちゃい頃からね、ジョニー・デップがめっちゃ好きで、あそっち系か、もう小学校の時全部見漁ったぐらい好きで、ちょっと外人寄りの顔が好きとか好きなのと、反面私ラットが好きなんですけど、ラットインプス、ラットインプスとか音楽好きなんですけど、結構あの野田洋次郎さん、あのスッとしたお顔、ゴボみたいな顔してるな、わかるわかる、あの雰囲気もめちゃめちゃ好きで、全部いけるやんけ、もう全部いけるやん、イケメンってことやな、イケメンが好きなの、あ、まあそう、いやでもイケメンじゃないじゃん、野田洋次郎なんか、まあまあまあ、顔っぽいとか野田さんとかもなんか、うん、そのなんか多分特徴あるとか雰囲、うん、なんかその雰囲気とかね、それで言ったら西本兄弟言ったら弟の方が特徴あるよね、なんか、いや普通じゃない、なんか普通、普通、あいつら普通やで、あの兄弟顔普通男前やけど普通、そこまであまあまあね、そう思い出せへんやん、なんか鼻がでかいとかないやん、あ唇ちっちゃいみたいな、なんかそんなんないやん、普通にシュッとしとんな、まあまあまあそうだね、シュッとしてるな、多分銀ちゃんとかその芝居見た時に印象に残る感じしますね、やっぱ上手いから、上手いやん、キュンキュンポイント、それキュンキュンポイントなんじゃないですか、やっぱ同じねだからほんとそれこそベージュの伝言で見て、うん、お兄ちゃんと2人でね、銀ちゃんもやってて、うん、2人ともこんなお芝居されできる、できるって言ったらキュンってなるやんな、そうなんだ、いや なります、みんななったと思うんですけど、銀ちゃんとかそれこそね、おじいちゃんと入れ替わっちゃってって芝居してて、最初クールにやってるのに急にあの老けたような、あいつ上手なんや、ああ見えて本当に上手だから、出てる数多いもんね、ああようドラマも出とったしな、お前が育ったみたいな、いやいや、なんかドラマいっぱい言うとったやん、出た言ってました、本当ですか、だからそうですね、なんで一人暮らしてんの、したかったからみたいな、なのかもしれないです。なんか日中とか普通に活動できる時間は誰かとね、いたりすることも多い。何しても家で一人ぐらい喋る相手もいいし、あ、それがいいんか。黙ってチャリンコ触ってるのがいいやん。黙って本当、音楽、好きな映画見たり、映画を好きな音楽聞いて。料理は、料理すんの？それ料理全然、なんか前は下手の頃やっぱ好きだ、もちろん料理好きなんでしてたんですけど、最近も全然外食、家にいることがあんま逆に少ない。どうすんの、飯どうすんやろ、もう外食や、私ビールが好きなんです、お酒が好きなんです、酒好きなんや、好きです、好きです、ええやん、好きなんですよ、だから本当それこそビール飲むんか、うん、いいやん、本当帰り道ラーメン屋とかで、ね、ラーメンもめっちゃ好きで、すげえ、よう体型維持してんな、いや全然めっちゃ太るやん、ビール多分もうそろそろ危ないと思うんですけど、本当夜に演劇とか終わって、それこそ下北とか世田谷の演劇やってるとラーメン屋さんいっぱいあるじゃないですか、あるよ、だからラーメン屋行ってもビール飲んでラーメン食って、もう一人でスマホとかいろいろ見ながらもうラーメン食べて、おっさんみたいなことしてんなほんまに、めちゃくちゃ好かれてた、なんか年上のちょっとおっちゃんみたいな男から好かれる本当ですか、飲みに来いとか言われへん、好かれるでも演劇でやっぱ先輩の方とかいらっしゃったりした時は結構連れてって、みんなでね、そうやな、だって高い飯は行かんでいいのやろ、そうなんですよ、ビールも飲むし、それこそ本当にその辺の定食屋とかで大好きです、その定食屋もだし、好かれるわ、小汚い居酒屋さんとかめちゃめちゃ好きで、やっぱ一発目一人で行くとちょっとドキドキするんだけど、やっぱこう勇気出して誰かと一緒に行ったりとか、一人で一旦勇気出して一回行くと、もうそれはおっさんに好かれるわ、もう三茶とか下北とかも大好きなんで、こまごました店いっぱいあるもんな、本当に好きなとこ寄って飲んでっていう、ね、日常でそんな感じ。もう12月ぐらいですか、その告知みたいなのあるんですか、はい、ツイッターとかなんか。そうですよ、そうなんですよ、雨も強いな。ツイッターとかはあんの、ツイッターもインスタもやってるんで、なんて検索したら、あ、でも田辺美香で未来の実に任
辺に土二つの結構上げてるんですか、なんかいろいろ。そうですね、頑張ろうと思って、全然そんなフォロワー数とか及ばないですけど、なんか結構発信してるんで、インスタ、ツイッターでもしよろしければ、もしよろしければ年内に一応イベントがあるということで、はい、予定してるんで、ぜひ。頑張りました。ありがとうございます。一応これ笑っていいと思うみたいな感じでやってまして、はいはいはい、またなんか紹介してほしい。誰でもいいんですけど。誰でもいいんですか。本当ですか。はい、全然全然紹介させてください。あ、これ今決めた方がいい。あ、いやいやいや、向こうが拒否する可能性もあるんで。あ、そうそうですよね。決めてから。あ、わかりました、わかりました。あ、承知しました。はい、すいません、こんな豪雨の中。すごい降ってきちゃった。ごめんね、びちゃびちゃ。長い時間。終わりってタイミングで降ってきた。確かにそうやな。セクハラ発言ばっかしました。多すぎやで、ちょっと。面白かった。役者目指すとあんま良くないな、下村。そうですよ。慣れてる感じ、慣れてる感じはしたけど。そうですよ。ちょっと年上の扱いもね。うん、うまいし。本当ですか。ちなみに僕はタイプですよ。あ、いや、やった。それだけ。散々なんかすごいひどい言われようだった記憶あるけど。ちょっとタイプやったからあんな感じ。あ、そうだった。最後、最後良かった。最後。あの、庶民的な店に。もうええわ、もう。もうお前の評価いらんねん。雨降ってきた。ありがとうございます。めっちゃ降ってきた。いや、めっちゃ。ありがとう。